キョ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 今日の釣り岡飯よいしょ。今日の釣り岡飯は、はい、このコーラを使って、はい、コーラデニーロ、コーラで煮る料理を作ります。コーラで煮るなんですね。博士さんから伝授された料理です、はい、コーラで、うん、手羽先、手羽元とかを、うん、そういうのを煮込んで、うん、ちょっと醤油を加えると美味しいよと、うん、柔らかくなるらしいですね。で分量は全く効いてないのでちょっと怖いかな、はい、でもちょっとやってみよっか、はい、やりましょうか。ネギと大根と牛すじといっぱい買ってきたね、はいはい、卵もありますよ。あ、煮卵的な。イエス。じゃあ早速やっていきましょう。はい、卵どこだ。試合開始の合図がドラが鳴った。ドラが鳴った。じゃあもう早速、はい、コーラで煮ましょう。はい、もうとりあえずコーラいっぱい入れる、はい、これ全部入れるかな、はい、あーうまそう。ご飯炊きますか。ご飯炊きます、はい、コーラ今回は2リットル入れました。足りるかな。足りるやろ。そして、はい、大根さんを切っていきましょう。はい、雪も手伝わんねえ、居候。いつまで居候しとっと。パンツやん。パンツ一丁で居候しやがって。今日で何日目よ。今日で何日目言うてん。2週間ぐらい。いつ入った釣りようか。ぶっかろ。今月。今月入るもん。おままもう。流れでいい。あ、もういる。もういい。帰んじゃない。いいんじゃない。流れで。超ギリ的な。うん、こんなんでいいと思う。もう常温から入れます。そういうこと。作り方自体はあんま慣れてないんだ。で、煮ていきましょう。コーラ捨てるんでしょ。え、煮たらコーラ捨てるんでしょ。嘘だ。もうどうよ。コーラ捨てないわ。コーラ捨てる。やべ、コーラだこれ。いや、コーラ捨てるんでしょ。コーラ捨てないって。いや、コーラ捨てるんですって。で、ちょっと残すんでしょ。そういうこと。そういうことだったような。ニンニクあるかな、ニンニクさん。ニンニクなんか。ニンニクさんありますね。コーラ捨てるんじゃなかった。まずはニンニクさんと、あと唐辛子さん入れた方がいいですね。種入りで入れますか。ちょっと辛めで。ぶっ飛んだ。これと二かけぐらい入れますか。そうか、立派なやんけ。あれや。さあ誰が犯人か。よ、誰だ。リプレイでどうぞ。誰だ。ニンニクあるかな、ニンニクさん。ニンニクなんか。ニンニクさんありますね。ほらユッキー。あーもう絶対。絶対絶対。冷蔵庫開けたら閉めんといかんよ。なんか、ほんとすいません。気をつけます。うちの星だと、なんか閉めるっていう動作はないもん。星星すいません。何作ってるんですか。コーラデニーロ。いや、確かに、ほんとにシュワシュワシュワ捨てなきゃいけなかった。まあ、味見して美味しかったら捨てなくていい。ああちょっとやべえ匂いがするぞ。ねえ、本当に美味しくなるの。ちょっとやべえ。マジでマジで。コーラで似てるもんね、だって本当に。醤油入れましょう。はい。醤油。高宮さん、チャンスですよ。博士さん会いたいな。はい。大丈夫なんですか。高宮さんでも本当に喜ぶ。なんか社内が騒然としたらしい。博士さんがまだあのカッパで。はい。バイオリン弾いてた時に、あれ高宮のカッパじゃねえってなって騒然となってたらしい。でその後に高宮さんチャンスですよって言われて、やべえって社内で言ってたらしい。さあ手羽元も入れてきます。棒ごと入れんの。棒ごと入れようかな。天風なんすか。もうこんなじゃもう棒ごといいんじゃない。棒ごと入れるよ。もうわかんない。おでんやん。これも卵どうしましょう。卵知らない。なんか卵入れたいって言ったのは君でしょ。いや、おでん作るならやっぱ卵じゃない。おでんじゃないし。コーラでニーロだし。大丈夫かな。シュワ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 言ってるね。ずっとシュワシュワ言ってるよ。あーコーラ美味しくない。なんか隠れて調べてる。あ、コーラの他に、うん、にんにく、醤油も入れたり。醤油入れたよ。はい、入れたり。酒も。酒入れようか。ドババ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 。それで、どう…なんかすごい。なんかすごいのが、ほらほら、あの、あれアクが出てる。コーラアクが出てる。
はい、雪、味見騙されねえぞ、騙されねえぞ口がモコモコしちゃったもん、なんかいいんじゃない、ほら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 、うん、いいんじゃない、ほら先が強いから飛ばせば、飛ばして、うんうん、飛ばしたら多分正解だよ、これおね、美味しくない、うん、お酒がまだ、アルコールが酔っ払いそう、これそこまでじゃあもう蓋して終わり、蓋してコーラでニエロ完成、蓋しれるよ、はい、どうじゃあ、はい、終わり、そっか、次に、うん、はい、これを作るから、あと一つメニューを考えてって言ったらパンが来たんだよなね、すっごい和風なやつなのにパンがおかずに来ちゃったで、ご飯も炊いてますよ、うん、結構おかずやな、マジでパン焼くつもりなの、パン焼く、じゃあやめとく、じゃあやめときましょうか、だってこれ朝ごはんセットじゃん、じゃあやめときましょうか、ね、やもうやめとこう、よし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 、やめとこう、止めてほしいんだろ、止めてほしいんだろ、メンヘラか作りなよ、いや、いいよ、もうめんどくせもじ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 、いや、でもパンもうまいよね、まあ、俺はなしかな、やめとく、ほら、メンヘラがまたやっちゃって、ごめんだてやろうやろう、なんでズボンを脱ごうとするの、ごめんって、ごめんって、ごめんって、もうやろうやろう、やろう、パンのやつごめんって、でもいいけん、パンのやつやろう、もうあっそガブリよりもういいけん、やろう、ちょっとまた、これでまた急上昇1位取ったら恥ずかしくて恥だ、あれ、つまんないって書かれてるけどね、そう思うもん初見でなんかガブリよりとか言われてもね、それはこいつらつまんねえって言われるわ、何やってんだろうね、はい、あ、やるんだ明太子とバターを混ぜて焼くだけ、パンにのせるんですねそれが美味しいんです、うん、これ本当ね、フランスパンでやると美味しいんですけど、皮を剥きます、寝ようと、それ誰に聞いたの、母ちゃん完成、これをパンにつけて焼きます、あ、危ない、え、これを作ってもらってたの、これをね、こう塗った状態でこういけんだ、マジで金持ちはねなんで金持ちなんですか、いや、うち明太子とか絶対出てこなかった、年に1回ぐらい、え、何食ってたの、明太子高いやん、え、何食ってたんですか、俺パンがあったら塩だけだった塩パン、いや、明太子は高いからダメってめっちゃ怒られてた、怒られるんです、ちょっとずつ食べなさいとか言われて、ちょっとずつ食べなさい、その反応で明太子これをね、こんなに使うってね、うちの家庭じゃありえなかった、もううるさい塩俺塩塗ってる、たまれよだよ、お母さんじゃない作り方違うよって生中明太子贅沢よ地獄のような感じになってるよ、見てうわ、なんだ、俺の話途中だから手ベロベロなってる俺なんだこの地獄の食べ物、くっさそして誰もいなくはいじゃあ全部、はい、はい、これで焼いていきます、はい、あ、これ大丈夫か、地獄の鍋やろあ、分かった、八つ橋の匂いがする八つ橋の匂い、あ、いや、八つ橋だ、ニカニカニケニカニカポッカニカポッカ、あ、いやいやいやさあ、はい、たまたまお餅を発見したので お餅も入れていきます、はい、お餅イン、あ、これ減ったと思うでしょ、減りました液体は多すぎましたお酒もやっぱり言ったよりも料理中にケーキ食べるって、いやいや、料理中にジーバー飲むって、ゆきゆき、ビールよしさあ、焼けました、おいしい、パッシュッ、明太と、おー、めっちゃでもいい匂いするね、うまそうやろ、うまいんだよ、これを4等分に切りましょう、うん、こんな感じ、はい、並べた、あー、きれい、いただきます、いただきます、うまい、うん、
朝ごはんに最適だよ。あ、朝ごはんだった、最高だったわ。あの予想通りの味でしょ。言わんで、心の中で、心の中で思ってたことを言わんで、あ、全然違う、お前。想像通りやけん、想像通りの味ですよ。うん、想像通りね、美味しいだろ。うん、でも本当フランスパンだったらもっと美味しい。ああ、うん、フランスパンで、うん、あ、したかったんだ。たまにフランスパン塗って置いてやったらいいし、もう拾って置いてあったんやろ。あ、フランスパンだ。え、テーブルに、テーブルにね、なんで下の子に置いてあったの。下の子に置いてあったんや。小学校、今日フランスパンバージョンだ。あ、置いてあったんですよ、道に。じゃあみんなに食べてもらおう。ご飯できたよ、ご飯。お母さんみたいな。はい、完成しました。はい、完成しました。さあ、こちらです。はい、コーラで2色。大丈夫かこれ。ちょっと食ってみましょう。みんな好きなやつ取って。見た目バラうまそう。これね、お餅がいい。お、うまそう。お餅食べたい。そうやって取るんですね。いただきます。いただきます。じゃあ何からいきますか。これお餅。じゃあ大根からいこう。これじゃあおねぎ。うん、おいしい。うん、やっぱ途中でおいしい。うん、コーラ捨てたの正解。コーラの味するね。はい、うん、する。大根もつきます。へえ。いや、大根え、しないよ。いや、するでしょ。しない。お餅がうめえ。バカなこと。ドクちゃんがバカなだけだ。おいがやん。で、あとはお肉が柔らかくなったかどうか。うん、どうすか結果。はい、お餅うめえ。結果美味しいからこれは、まあ、多分正解だった、ね。正解だった。多分正解だった。でもちょっとさ、正解をあの博士さんに作ってほしいね。そうですね、うん、正解が分かんない。なんかね、地獄のようになってた。旬でるのは多分コーラのおかげでしょ。てかこういう煮物って一回冷やしたらいいんでしょ。うん、もう一回煮込んだらめっちゃシュンシュンシュム、うん、シュムシュムということで、はい、今日の釣りおかめしコーラで2色大成功です。はい、ありがとうございました。美味しかった。